兵庫県の山間部丹波篠山市に一野野という地区があります、うんうん、自然豊かなこの一帯では地元の方々が元気な地域づくりをという合言葉のもとに様々な取り組みを行っているんですね。でその中でもこの春にオープンしました新しい施設をご紹介します。のどかな田んぼや畑が続く中、車を走らせていると、車を止めて聞いてみると、こんにちは。あ、こんにちは。この建物って何の建物なんでしょう。ここはね、この春にですねオープンしました一野のかかしの里バス停ミュージアムです。かかしの里という名前の通り、この一野のという地区はひな祭りの時期に合わせて道沿いなどに手作りのかかしを飾ることが有名で、その地区のバス停にある車庫を改装して、うん、地元の人々の作品を展示するミュージアムを作ったんだそうです。ちょうどひな祭りを終わりましたんでリニューアルするということで、端午の節句にちなんでですね、地域の人もいろんな趣味とか非常に幅広く活動されてますんで飾っています。人形や刺繍を施したものから素朴な心温まる作品がいっぱい。今回地元の人々は特に力が入っているんだそうです。その訳は、この一の野は古民家を活用してお稲さんの展示、手作りの市ですね、盛大にやってたんですけども、コロナ禍で2年間開催できなかった。そしたらこの間、寂しいなってお稲さんしましょうや、それと合わせてみんなの作品も展示をしようということでスタートしたんです、はい、この取り組みは地元の皆さんも再び作品発表の場ができたと大喜び。これが私の作品です。柄合わせですね、色合いが難しかったですね。これは端切れを配色のいいのを使って、これお父さん、お母さんと子供なんです。俳句とね、はがき絵です。俳句は6年目、絵は2年目ぐらいかな、俳句の字は主人が書いてくれました。住民はもちろん、去年丹波篠山市に移住してきたという女性も、このプロジェクトが始まるっていうことで何かお手伝いできたらなっていうふうに思いまして、この看板を書かせていただきました。私も皆さんの作品とかに携われるようになって嬉しく思います。また次の作品入れ替えのために地元の皆さんの作品作りも着々と進んでいるようです。これは編みぐるみです。もともとこういうの細かいの好きやさかいに、娘がこんな精油ペドイツから取り寄せてこういう系統を送ってくれるんです。まあ娘のおかげでこなして楽しい暮らせてもとるんですけど。バス停ミュージアムへの出品は今や楽しみの一つになっているんですね。皆さんバス停ミュージアムにせーの見に来てください。いや、地域の温かさが伝わってきますね。こうやってね、発表の場があるっていうだけで皆さん作りがいあるんじゃないかなと思いますね。とても素敵な場が誕生しましたね。